はい、こんにちは、まえチャンネル前原です。はい、今日はこちらですね。うん、トミカドリフトコースに変身マックイーンです。はい、こちらですね、大きめの、手転がしできるマックイーンが入ってるんですけども、なんとそれだけじゃなくて、コースに変形することができるみたいだね。コースとドリフトコースに似てるみたいだね。そうそうそう、なんかね、2パターンあるみたいですね。このような感じですね、ドリフトコースとあとレースコース、この2コースが作れるみたいですね。うん、はい、では早速開けてみましょうか。うん、はい、じゃあ開けるよ。あ、止まった。あら、あら、こんなふうになってんの。あ、コースだ。じゃあ、シンくん取り出してください。はい、はい、おー、でかい。あ、まさかシール、シール貼んなきゃいけないのかな。あった、あった。よし、じゃあとりあえず組み立ててみましょうか。うん、はい、ということで完成しました。こちらがドリフトコースに変身マックインですね。うん、こんな感じになっております。うん、ちょっとね、2人でステッカー貼ったので、かなり雑でございますね。うん、こっちが A ちゃんが貼って、こっちがパパで、パパの方がひどい。ずれずれで、A ちゃんの方が貼って、普通のトミカのマックインと比較すると、これぐらいの大きさの差がありますね。うん、ずいぶんでかいね、こうやって見るとね。うん、そして広げていきましょうか。うん、まずこのウィングを外しますね。うん、でこれ広げますよ。中にね、ちょっとエイシン君もしまってくれてましたけど、このコースで使うですね、各パーツが入っておりますね。こんな感じですね。そこがスタートですね。うん、今メタリック対ノーマルですね。でここ、こうやって直線になってて、でここダートコースになっております。片っぽだけだね、がダートコースはね。こっち側だけダートコースで、でこちら側はサボテン&トンネルコースだって。うん、このダートの下を通ってからトンネルなんだね。うん、これさ、こうなったりもできてればいいよね。そうだね。なるべく。ちょっと発射してみようか。発射してみてください。てんてんてん、どっちからこっちに行く。せーの。おお、あら、マックに止まってた。これ片っぽにも取り付けることはできるからね。じゃあそれでちょっとやってみてください。うわ、変わりすぎね。あ、あちゃん、ちょっと早すぎるんだね。メーター行ってください。あ、レッド、レッドもやっちゃって。じゃあレッドです。レッドやってみて。レッド行くでしょ。もう、もう、あ、あら、おかしいね。じゃあ今度普通の、ロングコースにしてみようかな。ロング？ロングコースは、ストレートコースは簡単だね。これだけですね。おお。ぶっぶー。おー、すごい迫力満点だよ。すごい。今当たったよね、あちゃあかに。せーの。おお、あー。ライバル対ライバルだ。突撃。さすがにマック無理でしょ。え、いける？乗っかんの？マック動く、これ。あ、動くね。やってみて。あー。はい、ということで今回はトミカドリフトコースに変身マックイーンでした。